今日は第2回ドラッグスの夏休みということで、今年も来ることができました。ソータを待ってます。ソータを先に乗せていくんですけど、ソータを待ってます。ソータが来ました。お願いします。ちょっとじゃあ動きます。どこ通っていこうかな。なんかあそこでみんな拾うって言ったけど、結構なんか微妙なよね。微妙なんだ。歌舞伎でも他でさ、新宿も乗せるとこなくてさ。ワインとこではない。はい、ありがとう。これいないの？あれまだ来てない。まだ来てない。おはよう。あ、これ戻れば後ろ行っていい。これってどこにいるじゃん。あ、いた。いや、髪の毛いい。冷めてる冷めてる。あ、そうなの。俺普通の一番遅れるの。荷物こ、あ、いいよ。どこでも、あ、いいよ。後ろ。誰か一番後ろ行った方がいいよ。俺の心境。聞いてください。所得は今日行くところ調べたら、右が俺が嫌いな右から合流でした。誰かアシストしてください。だっていいよ。この人免許持ってない。分かって、僕イニシャル D やってたから。知らない。ゲーセンでずっとイニシャル D やってたから僕。あ、はい、到着しました。高等不動です。朝市。朝市がちょっと早めに来てる。2秒で来た。名物は高等っていうやつ。すっげーでっかいお椀っぽいです。そば。何だかわかんない。高等って何？うどんみたいな感じ。うどん平たい。へぇ、大好き。本当ですか？高等好きです。知ったかじゃないですか。高等ほうとね。ほんと？ほうと？やったな。コンビニとかに売ってるじゃん。本当に。茶色いやつ。暑いで。はい。ごめんなさい。失礼します。すごいすごい。はい。暑いので。やってください。ありがとうございます。いただきます。うわー、すげー。すげー、なめこ。わー。初ほうと。はい、ください。平べったい、うどんって言った額に一番でかいのついてる。すごっ。食べて食べて。優しい味が。あ、かぼちゃ入ってる。かぼちゃ入ってる。入ってる。え、当たりじゃん。入ってないの？入ってない。絶対入っとるよ。入ってる。なんか優しくかけ。俺が言ってたことやろ。味噌ベーススープ。味噌汁に具沢山味噌汁って感じ。優しくて味噌ベースで具沢山。味は優しい。なんかなんて言ったら、なんかいい例えがない。味噌煮込みうどんのまず優しいバージョン。味だね。うん、おいしい。食べ応えがある。めっちゃもちもち。え、すごい。こうやってもう一回持って。こうやってもう一回持って。え、マジでもう。どっち？うん。え？熱っ。ちょっとダサい。ダサいな。今からみんなで何になるんですか？藤山富士子一発目2時についてもう4時23分4時半。もうなんかどういう気持ちで迎えるか。3台分ぐらい乗った体力。無理、あれは人が乗る乗り物じゃないです。怖かった。もう目開けれなかった。ここは絶叫系無理な人でした。俺も前の3人余裕そう。楽しいって言ったもん。ね、なんか風邪ひくの余裕そうだった。俺ずっと、もうあのうつむいてた。おもろ。やばい。
これも絞れる、もう絞ってマジで、これはもう可愛いさっき絞れたんだ。お待たせしました。3分300円。何でも金、もうやめやめよ。これが資本主義社会よ。なんか訴えてる。じゃちょっと終わったら連絡して、俺らも乗れそうになったら乗るから、後ほど。彼らは二度と帰ってくることはなかった。僕らはタピオカ飲みました。はい。濡れてます。もう一度よく振ってくださいって言ってました。なんか藤山に乗って一気に吹け込んだ気がすることもない。もうね、顔がなんかね、引きずってるよ。ベビータッピー。あ、俺もそれやり、前こっち飲めよ。ミスったやん。しかも結構入った。いやーな、引き方した。今ドドンパじゃなくて、なんだっけ、 A じゃないか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 。じゃあなんとね、最大回転数14回。あ、そんなに、あ、マジ、そう、それに今まで一番回転した時は何回転、一番回転した時、あれはトリプル登録した時3回転半。あ、もう全然4倍、4倍ね、5倍近い。そうね、今ね、藤山に劣らずの26。どういう感じですか、 3.6 らしいって。古めの機種だしね。いや、そのいう電波基準がね、確かに確かに前にできたって感じですかね。何やろな、そんな感じで待っていこうと思います。投げ方何でも大丈夫だよ。割と入ったら点数で、あ、下手そうかよ。今からどこ行くんですか。本当何も決めてなかった、どうしよう。ついててるよ、僕。なんか相手は乗り物乗ろう。ね。あ、ティーカップあんじゃん。ティーカップやろうよ。ティーカップ。ティーカップ乗ってきます。はい。うわ。いい感じね。おお。でも結構回るよ。あ、結構回る。結構回る。結構僕だとほぼ回して。本当本当。結構回る。勝手に回る。やっぱこれも富士急。ね、富士急。ナイス。そうかもしんない。結構回る。やばいやばいやばい。ほぼ触ってないもんだって。手も触っとるよ。それ触っとるって言うの。おーすごい。あーすごい。めっちゃ回ってるみんな。でもパスしかできない。今待ち時間にアイフローをやっております。結構足が疲れちゃいました。もう全然出せない。時間で2人はライフローをしてます。もうちょっとで乗れるんで頑張って待ちたいと思います。A じゃないかは、うん、頭がおかしくなります。やばかった。もう後頭部何回も強打して、やばい、もう覚えてないぐらい。でも藤山で死んどった俺が乗ったらやばかった。いやでもどっち、藤山の方が怖いかもしれない。マジ A じゃないかも怖いけど、わけがわかんない。わけわかんない。そのままなんか気づいたら死んどくて。何されてるかわかんない。急ぎで、わー、あれやってるんだったら行けたかも。ナルトザライドワンちゃんまだやってんじゃね。終わっちゃった。終わりかくそー。くそー。
ピザ、ピザ、ピザルナ、ピザルナ。ピザだけダメかなって。ピザだけダメかな。一人ずつ今日の感想を述べよう。今日の旅、天気にもね、まあ恵まれ、まあ、ちょっと暑かったけど、まあ、全然ね、2時間20分とか2回ぐらい余裕で回ってるぐらいの、まあ、楽しさではあったので、その待ち時間がすごい何より、まあ、いろんなことしたね、手遊びゲーム。いやめちゃくちゃした。した。いろんなのをしてやりました。え、でも、120分2回待ったけど、そのうち2回ともやっぱ一瞬だった。一瞬はないけど。え、一瞬じゃない？一瞬だった？え、乗ってる間でしょ？いや、待ってる間で。え、じゃないか、すごい一瞬な感じした。ほら。富士急山は、ちょっと長かった。ああ。それくらい楽しかったってこと？それとだよ。それとだよ。ってことで、富士山は長かった、ほんと。いや、富士山は長かったっていうか、多分、普通的に富士山はなかったかもしれない。ああ、乗ってる時間？どっちが？待ってる時間？大体だってジェットコースターって2分ぐらいやろ。3分ぐらいあるよね。バイクパスされたから。あ、僕、はい。富士急どうでしたか？1年ぶりね、みんなでちゃんとこうやって遊びに行けて、ね、で、はるくんもね、一緒に。いや、でも初っ端からちょっときつかった。まあ、そうね。ちょっと、全教系ね、もともとね、そんな得意じゃなくて、で、一番怖いね。やつ行かせて。そう。最初鳴らしますか、行けばよかったかな。他ので鳴らしてから乗ったらもうちょっと楽しかったから。そうね。鳴らしますか。もう泣いてたもん、僕だって。とりあえず鳴らしますか。誰か突っ込んでて。何が。だから、流しますかに一回、とりあえず鳴らしますかって。ああ、なるほどね。そういうことだ。はい、かずきさん。まあ、みんなでなんだかんだ来れて、今年の夏も一緒にこうやって思い出作れてよかったかな。これで仲が深まったと思うので、個人的には9月2日の初披露、そしてワンマンに向けて絆を深めていけるかなと思います。年上らしい、はい、年上らしい、はい、しゅんくんは今日どうでしたか？東京から下に行ったことなかったの。初めて行ったんだけど、はい、楽しかったなーって。僕も山梨初めてだった、ね、あんな近くで富士山見たの初めて。めっちゃ良かったよ。でかかった。昼飯食ってほうとうだ。ほうとう、そう、美味しかった。あれ美味しかった。ほうとうに美味しかった。名物らしいですけど、私知らなくて全然山梨に。確かに最初ほうとう食べようってなった時に、え、なんだろう、なんだろうって。マジ僕も分かんなかった。知ってたでしょ。これは食べたことあった。本当に？で、絶叫系とかもたくさん、まあ、乗ったんだけど、はい、俺らさ、3つしか乗れなかったじゃん、うん、戦慄迷宮とかも行きたかったけど、結局行けなくて。そうなんですよ。 それは結構心残りでもあるから、またリベンジか、ちょっとまた次はゆっくりね、お泊まりとか ね確かにお泊まりしたい、ね、いいなって思う。リアクション取りたかったんだよ。じゃあ次は冬休みだね。行きたい行きたいね。じゃあ閉めてください。じゃあまたみんなでゆっくり来れるように明日から頑張っていきたいと思います。10時半からね、はい、頑張ります。どん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 行く場所をいいとこにできるように売れるぞ。頑張ろう。ありがとうございます。